フローズンヨーグルトフローズンヨーグルトとはヨーグルトを主原料とした霊化。アイスクリームに比べ低脂肪である。類似した食品にアイスミルクがあるが、これにはヨーグルトは含まれていない。英語圏ではフロヨと略されたりもする。1970年代にニューイングランドの HP フット社によりフローグルトの商品名で販売され、1978年にはボストンのブリゲム。 S, S アイスクリームから初のパッケージ入り製品であるハンフリーズヨガートが市販された。当初は健康のためにヨーグルトを取りたいが酸味が苦手だという消費者に向けた商品であった。1980年代には甘みのフローズンヨーグルトが生産され、1986年には売り上げが2500万ドルに達し、1990年代初頭には デザート市場の10%を占めるまでになった。日本では1985年頃よりアイスクリームショップで品目として加えられ始め、ピークであった1990年にはフローズンヨーグルトの専門店が日本各地で見られるようになった。ミニストップは1980年の創業当初からフローズンヨーグルトを販売しており、現在まで販売が続くロングセラー商品となった。 フローズンヨーグルトは、主に乳固形分、乳脂肪、ヨーグルト酵母、甘味料、ゼラチン、コーンシロップ、着色料、香料を原材料とする。味にコクを与える、乳脂肪分は0.5から6%ほどであり、乳固形分に比例する。乳固形分は8から14%ほど含まれ、このうちラクトースは、甘さ、タンパク質は、滑らかさをもたらす。 砂糖は15から17%加えられるが、これにより甘さだけでなく、固形分が増えることにより、質感も向上する。ゼラチンは、成分の結晶化を抑え、融点を上げて安定化に寄与する。これは、フローズンヨーグルト以外にも効果がある。フローズンヨーグルトは、アイスクリームマシンで作ることができるが、大企業では専用のラインで製造される。乳原料やゼラチンが、 品質化され、摂取32度まで冷却される。この温度で酵母が加えられた後、摂取4度まで冷却される。適度な粘度と温度になった後、タンクで最大4時間熟成する。甘味料、着色料、調味料などを加え、マイナス6摂取2度まで冷却し、攪拌して空気を含ませ、滑らかさを持たせる。その後、 氷の結晶ができて食感が損なわれるのを防ぐため、急速に凍結させてから出荷される。アイスクリームのように様々な種類の商品が販売されており、各種のトッピングが用意され、コーンやカップなどに入れて提供される。シュガーレスの商品も販売されている。ありがとうございます。